皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー7リバースはやっておりますか？どうでしょうか？このゲームですね、クリア率が異常に低い状況となっていて、発売してからもう約10日経とうとしているんですが、なんとね、その数字、結論申し上げると 0.8% となっています。まあ、この動画出る頃にはもうちょっと上がっているんじゃないかなと思っていますが、まあ、現時点ではこのような状況となっていて、マジで？って感じですよね。クリア率 0.8? 10日経ってるのに。いや、10日経とうとしてるのにっていう言い方が正しいのか。まあ、なかなかないよね、そんなゲーム。まあ、そういったところで、かなりですね、ちょっと驚きな状況ではあるんですが、まあ、事実、ね、プレステのゲームではあるので、クリア率見ることができるんで、まあ、そこを見ると 1% が出るって感じですね。だからまあ、99% 以上の方がまだクリアされていないんですよ。これもこれですごくないか、99% まだクリアしてないんだっていう。まあこのゲームですね、ボリュームが相当あるので、まあ例えばですね、なんて言ったらいいんだろう、まあ例えばメインストーリーがあると思っていて、でそれとは別にサブストーリーみたいなものがもちろんあると思うんですよ。でそれと同時並行でやっていくと、まあ大体100時間ぐらいかかるということが公式からもですね、見解として出ているかと思うので、まあ結構妥当なところなのかなと思いましたね。だからまあメインストーリーをね、先やっていく方も多分いると思うんだけどさ、まあそうではなくて、割とね、サイドも含めて楽しんでる方が多いのかなと思いましたね。ちなみに自分もまだクリアしてないからさ、そう、結構のんびりやっていて、まあ、今回別に最速でクリアとか目指さなくていいんじゃないかなと思ってて、まあ、サイドやってたりとか、まあのんびりとやってたりとか、空き時間とかやってたりとかするので、まあ同じような人が多いのかなと思いましたね、うん。だからまあ単純にそのクリア率が低いといったところで、まあ、ゲームが面白くないとか面白いとかそういった話ではなくて、まあ、純粋にですね、ボリュームがあまりにも多すぎるので、結果としてこのような形になってしまったっていうことがですね、言えるんじゃないかなと思いました。まあ、一方で Amazon のレビューだったり、あとメタスコアのユーザースコア見ていると、かなりね、評価分かれていて、でこの評価分かれているとは具体的にどういうことかというと、例えば5段階評価で言うと評価3がね、めっちゃ少ないみたいな。だからまあ評価5と評価1、まあないしは評価4と評価2に結構ね、分かれていた状況なんですよ。だから面白いと感じる方もいるけど、ただなんか思ってたファイナルファンタジーではなかった。で特にアクション寄りになってるから、でアクションって結構好き嫌い分かれるので、得意とか不得意とか、でそういった方々のニーズに合致しなかったみたいな。そう、まあ、決してね、今回の FF7 リバースのこの戦闘形式とか万人受けする内容ではないからさ、まあストーリーはいいんだけど戦闘面がちょっとみたいなこともね、言ってる方かなり多いので、まあ、逆にこういったそのガチなアクション RPG、 まあ特にモンスターハンターとかエルデンリングとか、まあ直近で出るドラゴンドグマ2とか、ああいったゲーム好きな方からするとめちゃくちゃね、いいと思うんだよ。だからまあ結構分かれると思うんだよな、このゲームに関しては評価。うん、でその中でこういった状況だからさ、はい、まあ何とも言えないところではありますが、まあ、こんな感じになっていると。ただまあクリア率がまた 0.8% っていうのはね、異常にだけど低いよな。まあいくら低いといってもさ、まあ、10%20% ぐらいは普通あると思うんですよね。発売して10日ぐらい経とうとする時点であればね、うん、0.8 か。だからまあ単純に飽きてしまった方もね、一定数いるのかなと思いましたね。まあ言ってもなんか全体で見るとそんなに大した数ではないと思うけど、まあ、少なくとも全体の1割ぐらいは、まあ、途中でもうやるのをやめてしまった人もいるんじゃないかな、うん。まあ、そんな感じで記事では取り上げられておりました。はい、まあ、そんな感じですよ。クリア率 0.8 ってすごいよな。だけどまあこの手のゲームに関しましては、なんだろうね、冒頭でも言ったけど、メインをガンガンやっていくというより、やっぱサブ含めてやっていくことによって、ようやくね、分かることとかもあるので、でせっかくね、買うんであればより楽しみたいと思うから、まあのんびりと進めるのが良いのかもしれませんね。まあ非常にね、完成度は高いタイトルなんだけどね。ただクリア率に関しては大体まあ1ヶ月ぐらい経てばある程度見えてくるんじゃないかな。まあさすがに1ヶ月以上かけてクリアを目指すっていう方はかなり少数派だと思うので、まあ、1ヶ月ぐらい経てば分かってくるんじゃないかな。ただ FF16 もね、
結構クリア率がね、当初から低くて、で、実はね、未だに低いんですよ。で、この未だに低いっていうのは、どういうことかというと、まあ、すごい単純な話ですけど、多分途中でやめてしまった人が多分多いんだろうけど、まあちょっとまだ FF7 リバースに関しては何とも言えないところだけど、FF7 リバースにかなり癖があるから、やっぱやめてしまったとか、なんか、自分が期待してた FF と違ったみたいな人が結構いるんじゃないかな。まあ、これ戦闘面とか見てもらえば分かるけどさ、なんかちょっと違うんだよな、ファイナルファンタジーなんだけどさ、そういったところもあるんですよ。とりあえずいろいろ言いたいことはあるもの、まあ、クリア率が非常に低くなっている。で、これはまあネタでもなく、まあ、事実はあると思うんで、まあ、ここからいかに上がっていくのかといったところもある、はい、ただまあ2週間ぐらい経てばね、結構上がってくんじゃねえかな、どうなんだろうね。で、あとはまあ FF7 リバース、まあね、プレステ5のその統計上のデータ見てると、まだクリア率相当低いので、クリアされてる方、実はこの動画見てる方ではかなり少ないのかなと思ってるんだけどさ、進捗はどうですか？どこまで行きましたか？別になんか早く進めればいいっていうもんでもないからね、ゲームって結局。自分の好きなペースで、好きなところをやっていく。好きな時間にやっていくっていうのがやっぱりね、いいところモットーだと思うんで、まずも娯楽なので、競うものがないから、遅い早いではないから、まあ自由にやればいいんじゃないかなと思って、ただ新宿でちょっと気になるよ、動画見てるとどうなのか、まあ、逆に動画わざわざ見るぐらいその FF 好きっていうことだから、そう考えたときに、もうすでにクリアしてて、それどころか全要素全てコンプリートしましたから、どうなの。ただまあボリューム的にはかなりあるからな。でさらにそれに加えてハードモードとかもあるから、ね、クリアするって。でそこのやり込み要素もかなりあると聞いてはいるので、そう今それに着手していますっていう方も一定数いるんじゃないかなと思いました。はい、まあ、そんな感じですかね。けど FF もな、なんかな、面白いんだけどなんか売れなくなっちゃったなっていう印象がありますね。やっぱ癖が強いからかな。結局なんか万人受けしないみたいなところがあるので、面白いんだけど、なんか面白いって思う人って結構年齢限られているかなと思っていて、あとまあ過去に FF やってるかとか、そういったところも含めて、全然これちょっと難しい話なんだろう。はい。なんか俺が、まあ、普通に倒しましょうかね。宝物もめん、やっぱやめよう、めんどくせえ。いや、てか取るか、取っとくか。はい、まあ、そんなところで、皆さんぜひぜひ感想お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。なんかマイクロ持ってたんだけど、っていうかフィギュアだったんですよ。こいつがなんかピクミン出てくるとダマグミじゃないか、だからダマグミミミンなんかいましたよね、ピクミン通信できるとか。で今回はコーデも出てくるこいつ、俺めっちゃ嫌いなんだけど、こいつめっちゃ似てるよ、ダマグミミミン。まず正式名称ミミじゃないんだけど、ね、こういうふうに優しい、おいおいおい、ちょっとこのゲームバーストゲームじゃないですか、バーストゲームっていうのがあるよね。で7機で倒していく。フフ、俺は7機のレッドだったら7機の方が好きだな、ニュアンス的には。はい、 OK で、上に登っていく。で、ここだね。さあ、7機どうする？どうやって開けるんだ？俺は知らねえ。賢くなったのってそのまんまじゃね？ごめん、そのまんまじゃね？って思っちゃった俺。いやまあ別にいいんだけどさ。はい。まあとりあえず、今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。武器をゲットしやしょ。おお、めっちゃ強くなるね。はい。なしか。はい。ってことで、一旦動画終わりましょう。レベル35か。なんかレベル、いくつでこれカンストなんだっけ？本作。どうでしたっけ？
忘れたけどさ。はい、まあ終わりましょう。